どうも、最近、劇場版カンコレイン版に、早期購入特典があることに気づいたウプ主です。いきなり唐突な報告ね。同じものを買うなら、特典がつく方がお得って感じちゃうからね。特に限定って言葉に弱いからね、あなたは。後々になると、これいらなかったなぁ。なんてものもあったりしたけど。買わないで後悔するより、買って後悔した方が良いしね。どこかで聞いたことあるようなセリフね。ちなみに自分は早期購入特典プラス、混合型4姉妹バスタオルという、実用性ありそうな特典がつく、Amazon で予約したよ。早期購入特典は7月16日までだから、欲しい人はこの動画上がった時ならまだ間に合うはずだよ。宣伝をつね。じゃあ角川さんに媚びを売ったところで本編に行くよ。今回は熊野会に実装時に出た任務をやってくよ。今回は割と最近の流れに乗った任務ね。もうじき、またメンテだから、新しい任務が出ないうちにやろうかなーって。多分、動画が上がるのはメンテ後になるけど。それは間に合ってないわよ。ある意味、時代の流れに乗らないのが自分の動画のトレンドなのかもしれない。とりあえず、もう出撃始めたから、解説をお願いするわ。かしこまり。任務は4の5と6の2を、機関熊の会に、2番艦に鈴や会に、炊飯にもがみ、三熊を入れてS勝利を取る任務だよ。それで、今4の5に来てるのね。次第1強の5を攻略する際は、戦艦3の空母3の5利用し編成でやってるから。この編成は道中大破しないか、少し不安だね。戦艦が低確率で生き残っちゃうから、射線の願うしかないわね。まずは1戦目を無事に抜けたいね。行ったそばから大破ね。もう画面ビトビトだよ。そう、次の出撃で、まず1戦目抜けたよ。ちゃっかりノーダメージね。まだ道中2戦あるから、アンチにはできないけどね。次は潜水艦との戦闘だけど、攻撃できるの鈴屋だけだから、雷撃は受けないことを祈る。さすがに鬼畜、軽人がいないから、ここは大丈夫じゃないかしら。まあ自分もそう思うけどね。しかし、やってから気づいたんだけど、この任務って、熊野を空母にしても達成できる任務だったみたいだから、熊野を空母でやればよかったと思ったよ。別にどちらでも変わらないと思うんだけど。まあ、4の5に関しては変わらないんだけど。次の6の2の方で空母を機関にしてクリアする任務があったから。熊野を空母にしてれば一緒に終わってたんだよね。まあ、やっちゃったものはどうしようもないから、諦めるしかないわね。6の2が編成縛られると、結構難しいのに最近気づき出したよ。その任務もやるとなると、なんだかんだで3回行くことになるのね。正直6の2はお腹いっぱいになってきてる。またメンテで任務来るかもしれないわよ。そしたら、しばらくクリアしたい任務がなければ、中部海域はお休みするよ。来月は南方海域系の任務を消化してこうと考えてるし。それって、荒潮と長門の5の5の任務かしら。それそれ、せっかく任務消化するなら、定時削るついでに、定時割りたいと思ってるから。さすがに今月は、5の5まで定時割る余裕なさそうだったから、やめといたよ。それ以外は任務とかで削ってたりしたのもあって、全部定時割ったよ。それだけ、火を終わらせるのって、かなり久しぶりじゃないのかしら。3と4の火を終わらせたのは、本当に久しぶりだと思うよ。6の5に至っては、初めてゲージ割ったしね。
今まで回避してなかったから当たり前よね。ちなみに僕の合格先生で見に行った感想だけど、道中での事故が結構多かった。逆に僕にさえたどり着ければ飛行機もあって大体ゲージを削れていたね。なんとなく4の5と同じ感覚でやれて、個人的には5の5よりは楽に感じたかな。ただ今の5の5って昔に比べれば楽になったって聞くけど、どうなのかしらね。来月行ってみてよ、楽しみだね。関西機の子たちも随伴館の皆さんも、さてボス前も無事抜けられたよ。感謝です。ボスは後順の3人が野戦までに大破してなければ勝てそうね。 S 勝利が絶対条件だからね。 A 勝利以下は許されない。あら、よろしくてよ。さあ頑張ろう。まずは開幕の航空戦でどのぐらい落とせるか。逆にこっちが被害受けたりしてね。中旬編成ならマヤが入る枠があれば安心できるんだけどね。4隻縛りはリミットがかなり狭くなる。というか制空権のための空母以外の選択肢がない。開幕で不任要塞がいなくなってだいぶいい感じね。赤はフラル海が暴れなければ大丈夫だと思う。このまま大丈夫か。早速、乗客が中破にされてるけれども、まあそれくらいは誤差だよ。走行空母にならないでほしい。安心と信頼の走行空母ね。行くわよ。前期突撃。予想通り、ボスと戦艦は残ってくよね。さすが無戦艦相手に後陣だと、総合抜くのは厳しいわね。そして、砲撃戦です。行くわよ。前期、必ず出撃。それでも、キル戦でボスだけになったから、赤は熊野の攻撃で少なくとも大破まで持って行ってくれるはず。野戦、どこかのバカが好きでした。三匹積んでるから、まあ普通に落としきれるわよね。よし、これで4の5は終わったから、6の2に行こうか。6の2の編成は、一応最短ルートを通っていくよ。自由枠に駆逐2隻での編成だよ。今回はさすがに、火力が足りないと思ったから、火力のあるポイポイを連れていくよ。さすがに今回の編成だと2戦目がかなり鬼門だと思うわね。正直今回結構クリアに時間がかかってるからダイジェスト風になるよ。まずは1戦目、ここは意外と難なく抜けられたよ。1戦目で被弾してたらさすがに厳しいわよ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。では問題の2戦目、運が悪く、戦艦3隻編成を引くします。これは、ダメかもしれないわね。ただ今回の場合、リージ有利を引けたことでこちらも戦艦ワンパンでいけるわけだから、やられる前にやってくれ。被害者にかな、2発が中破になっただけで、抜けられたわね。これは一発クリアいけるのではって思い始める自分。そう言ってる時点でクリアできてないのが丸わかりね。一人で黙らせてやりますわ。まあ冷静に考えてみるとさ、鈴矢を対空キャリアにしてる時点で一隻少ないし、そこからに熊、夕立が中破でまともに攻撃できるのが熊野、もがみだけじゃさすがに厳しいわけだよ。いけなくはないかもしれないけど、急で被害なしで下4隻落とせなければ無理そうね。その結果がこうなりました。急で4隻残しでこっちは野戦で3隻しか動けないわね。この時点でクリア不可になりました。
火力が厳しいと感じたから、編成を重くして、真ん中4線ルートに変更したよ。1線増えるけど、駆逐がいないから、まだ走行面は安心できそうね。道中の空母対策に対空カットインがないのか、個人的には不安ではあるんだけどね。そのために、戦艦で対空の高いアイオワを選んだんでしょ。申し訳程度だけどね。それで、一戦目は特に目立った被害がなく抜けられて。二戦目は北神様が中破と第五さん。先生来撃分の火力が減っちゃうのは痛いわね。なんとか現状維持でボスまで行ければいいんだけど。ここも、戦艦が2隻確定でいるから辛いんだよな。最短ルートのボス前に比べれば、多少優しいように見えるけど。戦闘回数を考えると、そこまで変わらないようにも感じるわね。あと、ここの海域、敵の編成の強さの差が結構あったりするから、その辺がまた運営を加速させる。ちなみに、この敵編成はどうなの？ここは、11隻か、軽空母に変わるかどうかだけみたいだから、そこまで変わらない気もするけど、今の鉄先生の方が楽なんじゃないかな。戦艦の数が変わるわけでもないから、事故率はほぼ変わらないわね。とかなんとか一戦一戦艦隊の被害がひどいわよ。結局大破で勝ったしね。というわけで次。さあ、ここまで無傷できたから。ここを抜けてボス兵庫。一ひねりで黙らせてやりますわ。ちなみに、もっと重い編成って進めるのかなって思い、やってみたところ。見事にそれました。一ひねりで黙らせてやりますわ。今の編成がギリギリのラインってなるじゃない。見てみると、これで A マス行って、上ルートかと思ってたんだけど、そうじゃなかったみたいだね。戦艦3隻以上ってなってるから、空母含む旅に行くってなってるじゃないの。よく見てませんでした。いろいろ考えないで、この編成で飛行回数増やしていった方がなんだかんだ早いわよ。ですよね。ミクマに立体的な航空砲雷撃戦甘い甘い始めます。ここも抜けられそうだね。無傷が残ってるのが少し気になるけど、低空母ぐらいなら大したことないから、当たっても中破ぐらい。嘘やろ。どんなマリンパのお洋服が。ぐぬぬ。メインシップはダメじゃないの。やっと抜けられたぜ。ミクマ、毎回被弾してる気がするわね。この中じゃ、下位にになってないけど、連動的に低いわけじゃないんだけどな。回避は連動依存だし、運も低い方だから仕方ないかもしれないけど、こればっかりは運だからね。どうも。まあ、このぐらいの結果なら、ボスで野戦まででなんとかなるわず。4戦ルートだから、燃料、弾薬のペナルティが若干気になるかもしれないけど。早く6のに終わらせたい、この海域嫌いになってきた。最近、この海域任務を連続で出してきたものね。調べたら3月、4月、6月と出てたわよ。今後しばらくはこの海域は出さないでお願いします、姉さん。というか、中部海域任務はしばらくいらないです。でも、まだ残ってるでしょ。まあね、でもこの編集してる時点で任務は終わってるから気が楽。メタ発言ね。うわ、デイジー振り引いたんだけど、私の火力これ倒してるかしら。 F12 が条件だから頼むぞ。戦艦は優先じゃ無理だから、下半敵は落としていこう。サミダレを集めて生やし、場所だけ。まずは一隻空母ちまちま削って倒せた。メインシップは伊達じゃないの。アイオワで確実に一隻ね。お願いします。あとは駆逐に敵を落とせれば、なんとかなりそうだ。火力でないから個人でも倒しきれてないわね。
それでも雷撃で一隻落とせたから、野戦でなんとかなるかな。野戦数では、こっちは4隻動けるから、戦艦の攻撃で潰されなければよさそうね。ムーンシップはダメじゃないの。よし、これはもらった。やっちゃった。野戦なら、残り2隻どちらでも倒せるでしょ。サミダレを回収してやるぜ。やったぜ。で、場所だぜよ。クリアできてよかったわね。正直、ここでやり直し食らったら結構精神的に来るからね。愛用だ、モスパーレット？レアリ？じゃあ、あとは任務確認していこう。長戸型戦艦2番艦隊が帰投いたしましたわ。提督、作戦任務方針はどれを選ぶつもりなの？さすがです。迷うけど、とりあえず入手方法が限定されてる新型方向兵装資材を選ぶよ。しばらく使うことないけど、他はなんだかんだ手に入るからね。というわけでこれで終わります。では、ご視聴ありがとうございました。